アメリカは中国と問題ごとに真の計画を立てる必要があります。これは17日にアメリカのロビー団体が発表した内容によるものです。在中国アメリカ商工会議所は、米中間の完全なデカップリングの取り組みに反対するとしています。同組織は最新の在中国アメリカ企業2022年版白書で、その姿勢を表明しました。デカップリングは膨大なコストがかかる上、 その後の明確な勝者は存在しないと示しています。在中国アメリカ商工会議所は、中国全土で事業を展開する900社、4000人の個人会員で構成されている非営利団体です。同組織はアドボカシーやネットワーク活動を通じて、アメリカ企業を支援し、中国での成功のチャンスを高めることに努めています。デカップリングの他にも、 白書は様々な分野に触れています。例えば、二国間の貿易を促進する政策を提案するといった、相互利益と呼ばれるものです。これは中国の経済と産業に対する懸念が高まる中、中国が厳しいロックダウンとウイルス規制を続けているためです。アメリカ商工会議所のマイケル・ハート代表は、今後数年間は中国への投資が減少する可能性が高いと予測しました。 また、在中国アメリカ商工会議所のコルム・ラファティ回答は、中国のビジネス環境はかなり予測しにくくなっていると述べています。同会議所の最新の調査は、こうした予測を裏付けるものとなったようです。4月下旬から5月上旬にかけて実施された調査によると、在中国アメリカ商工会議所の会員企業の半数以上が、今年の収益見通しを下方修正しました。 また、会員企業の60%以上がサプライチェーンの混乱に見舞われています。n t d ジャパンがお伝えしました。